るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さあちゃん、見てる黒星です。上手です。逆再生みたいな久々にクルチョモスタジオというか、俺なんだかんだ2回目かもしれないよ。10分ぐらい迷った。俺は絶対迷ってると思ってた。遅えと思って。まあいろんなことがこう緩和されてきて、うん、遊びもできるようになってきたので、おわっ吉原吉原もうちょっと前に、王様ビュッフェ、っていう、あの、これね、これこれね、知られてしょうです。俺史上初めてやってすぐ捨てたっていうね。でこの間ですね、メガドンキ梅島店、あれあの王様ビュッフェみたいなゲームを一個また見つけてきたんで、そちらちょっと買ってみました。お、またちょっと練習しながら。それ本当にダメなやつだから。じゃあ早速ご紹介したいと思います。はい。それがこちらです。ピュー。バイフェイ。んーだいなんか投げてきたわ、俺。寂しすぎて。王様ビュッフェと世界観が一緒。うらもさ、うん、またあの、世界、全世界共通な感じ。全く一緒やな。ほんと全く一緒。パイ投げあるじゃないですか。昔ながらのやつね。うん、ドリフや、ドリフ。ドリフ。それをなんかモチーフにしたゲームみたいなんだけど、箱見ただけじゃよくわかんないんで、早速開けて、やっていこうかなと思います。前回の王様ビュッフェは、結構高いのが500円だったんですよ。こちらもなんと、2400円が500円で値引きされてますんで。じゃあ早速、開封していきましょう。それでは、レディゴー。じゃあ早速、開けていきましょう。ディーディン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 ディー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 。お、あ、なんか、この顔をはめるやつ。はめるみたいな。俺たちの嫌いな説明書が入ってるよ。あ、ほんとだ。説明書いらんからね。うわぁ。あ、なになに、ここにパイ、ここにあれか。クリーム的なもの。こん中に入れんの、この抗菌のご時世で。いや、ほんまやな。なんか黄色い棒。これが本体臭いですね。なんかこう、あ、なるほど。よくわからないパーツがたくさん入ってますね。これは捨てる予感がするぞ。組み立て方とかあんの？王様ビュッフェほど大変そうではないね。そう、あれ使ったね。あれはさ、作るだけで疲れて。ほんと。これ多分、こうして。これなんか周りウィンクもあってさ。それ王様ビュッフェ。ちょこの長い棒は二人でやるときは、チェーンリアクションモード用の棒でした。いりません。うん、ここにパイ？え？飛び散るで。まあ、とりあえず完成ということで。ね、完成です。はい、シュイーン。ちょっと、これは飛び散る。どう遊ぶんですか？これまず、ルーレットで、2から5まで数字があるわけですね。うん、出た数字の回数、うん、このレバーを回します。ほう、ランダムで、回数、うんうんうん、この手の形したやつが、ファンってくるみたいですね。あー、なるほど。ロシアンルーレット的な。はいはいはい。なんか勝敗の決め方、先に25点獲得したプレイヤーが勝者。一番年下のプレイヤーから始めますっていう謎のルール。このために、デザートホイップ、甘さ控えめを買ってまいりました。危ねえわ。ちょっとガードします。一体ガードしましょう。ガードして。せーの。いらーい。あんま画面だと分かりづらい。画面だと分かるけどね。なんとなくした。なんとなくしましたね。で、ちょっとホイップクリームを開けます。余るで。すごいね。こちらの、クリームをですね、こう手の上に。あ、美味しそう。これ危ねえ。危ねえ。ぶったな。
一応このルールブックに、書いてある一番年下のプレイヤーから始めますということで、あのちょっと俺の方が下なんでね。じゃあまず、はい、ルーレット回して、これもう決まったんちゃう？わあ5回回すってこと？そう、5回回す。怖っ。おう、じゃあ5回回します。え、怖っ。回せない、怖すぎて。え、怖っ、怖っ。2回回せばいいですか？そうだね、あと2回で。うわ、こわ。じゃあ最後、いきます。そして全然飛び散らない。ちょ、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 そこ何にも言ってない。次ね、チョモちゃん。これ一応何、あの、ルールブックによると、パイ当たっちゃったら0点らしいんで、俺は0点なのかな。あ、じゃあ回した回数得点入るってこと？多分そうだね。そういうことか。おう！回すぜ。よし。うわこれ5しか出えよな、ね。5でーす。よし。イエス！はい。もう怖くない、全然怖くはない、怖くはないけど、うん、大変やな。ちょっとね、ゲームとしてはなんかポイント制みたいなんだけど、つけっぱなしでいきますよ。やってみた感想としては、結構ね、スリルはある。俺的にはこの顔はめパネルに顔入れて持った瞬間、うわ、怖いと思って。あ、俺さっきさ、デモンストレーションでこの手がどんな速さで来るかとか全部分かっちゃってたから、どこで止まるとか知らんかった。怖い、怖い。まあでもまあいいんじゃないですか、500円なら。そうね。甘い。これいくらなら買います？合わねえ。諦めた僕らの愛に。海いいね、確かに。一番家では向いてない。そうやね。ハイフェイス。ました。ぜひね、どん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 取り扱いする店もあると思うので、ぜひ見かけたら買ってみてください。捨てましょう。